いやー、切なケースだよ。私とあいつの24時間戦争、第5話です。今回はね、夏祭りの話らしいですよ、皆さん。夏祭りですって、学園もので夏祭りですって、誰かの声が発展しそうな予感がしますよね。多分しません。ニューゲームです。期末テスト、当日、朝。期末テストから始まる。すごいバチバチって戦いそうな BGM 流れてますけどね。今日こそは気持ち出たことは富士に勝ってやる。これは声だったっけ。俺さ、このゲームの収録毎回思うやけどさ、かすみちゃんの声この声だったっけって思うよね、いつも。毎度毎度すごい反復が多分してるね。あのテストに反復が多分っていう項目はないんですけどね。1位になるんだ。私は相手の24時間戦争。すごい意気込んでるな。でもね、いろんなアニメや漫画を読みてきた俺にとってはね、その意気込んでる、冒頭に意気込んでるっていうのはね、後々チーンってなるときな、チーンっていう効果になるからね。そういう展開になるからね、俺の経験上そう思うよ。期末テスト、国語、寝とうやつ俺だよ。あるある的なやつで、もう諦めて寝とうやつ俺だよ、お前。次の文章を読み、問いに答えなさい。ああ、トンネルを抜けると、そこは雪国だった的な感じのやつかな、これ。ある年明けのことだった。国税調査員である私は、山袋に、なんて読むんこれ。出たー、切な圭介あるある、漢字読めない。これぐらいの漢字読んでくださいよって視聴者から思われるやつだが、未だにまだ漢字スキル弱っていうコメントは来たことない。だからな、勉強などしないのだ。なんて読むんだこれは。おう、長年一人暮らししていた老人との連絡が途絶えたのだ。安否確認のため老人の家を訪れた。あのおじいさん、ついこの間まで元気だったのに、この荒れ果てた感じ、やっぱり。ひとまずあたり一帯を調べよう。生活状況を把握する必要がある。救急隊みたいな感じになってるやん。かすみちゃんがなんか救急隊員みたいな感じになってるこれ。家の中はその後だ。了解です。今日はおじいさんのお茶飲めないのか。誰だよお前は。さらっと会話してるけど誰だお前は。この手の調査はどうしても気が乗らなかった。重い腰を上げて私は老人の生活の痕跡を探し始めた。こんな物語が本当に心の気持ちに乗っとんだろうか。お調べ対象がもうびっくりマークでやってくれてるからね。まずは雪だるま4兄弟の次男がやられてるところから。一体の雪だるまが崩れてしまっている。これらの偶像に人の姿を見出すことは難しい。じゃあびっくりマーク出すなよお前。じゃあびっくりマーク出すなよお前。勝ちますお前。あれあれ、壁があるよ。見えない、物語の外には出られない壁があるよ、なんつって。よっしゃお前、何してんだこのボートつったって。お前何地球力を見てるだけなんだお前は。新人かお前は。さてはさては新人だなてめえ。なこれ、電気のメーターは動いていない。ずいぶん長い間使用されていないようだ。おう、長い間ってことはおじいさんもうすでに亡くなって時間が経っとるとか、別のとここに帰っ、ここに長いこといなかったとか、そんな話かな。雪をかぶっているが、それは確かに畑だった。土地は痩せている。ろくに作物も育たなかったんだろう。この環境下で、この環境下だったら北海道の寒さとはさらに別段違う寒さなのかな。俺は大体確認しました。もう長いこと使えていないみたいです。確認しよったかお前。もう一箇所でキョロキョロしとっただけじゃないのかお前。お前初任務か、初任務なのかお前。そうみたいだな。家に入ろう。何これ。なんか刑事物が始まったんやけど。うわー、ドクロありますって。ドクロがありますよこれ。うげ、やっぱり死んでる。俺呪われたりしないかな。大丈夫、お前みたいな影の薄いやつ呪わないからだね。もう
家の中も見ておくぞ。お前も長居は嫌だろ。了解です。あれは果ててガランとした室内だったが、机の上に私はそれを見つけた。書き置き？それは彼が生前書き残したメモだった。かろうじて読める部分が残っていた。死が近いのがわかる。もう少し落ち着いて受け入れられると思っていた。怖い怖い怖い。地下の世界だってない。死んだら無になるだけだ。こんな恐怖をかけてただ一人で死を待つくらいなら生まれたくもなかった。まじ死ぬぞ。生まれなければよかったのだ。変なテンションである。死んでからしばらく経っているみたいですね。何かありました？まずいお茶を飲むために俺はこのおじいさんのことを思い出すんだよ。どういう心境だよお前。かすみちゃんどういう立場にいるんだ今回。君はめっちゃお尻振ってるな。誰かを誘惑するかのごとくお尻振ってるなお前。え、急に何なんすか。まあ俺もそうっすね。いい人だったな。お前ら知り合いだったの？そんなんは説明してくれないと俺わからないからね。これ俺とこの動画見てる作者さん、作者さんじゃないわ、なんで作者さんって言うたん、視聴者さん、わからないからね、お前。そろそろ切り上げるか。後でいっぱい付き合えよ。お、なんすか、なんすか。いいっすよ、行きましょう。てか、今から行きましょう。先輩の怒りですよね。行きましょう。めっちゃテンション高いな、お前、いきなり。怒ってもらえると聞いて、いきなりテンション高かったな、お前。生まれなければ、なんて言ってほしくなかった。じいさんは、今も、生い立ちの中で、生きている。何のミッションだよ。何のミッションだこれは。なるほどね。問題文はここまでか。おお、そうかそうか。文章問題か、ここやけん。なんでこう、手すいてるような物語文ってさ、重苦しい話ばかりなのかね。心教師ってのはこんなのが好きなのかって、愚痴言ってる暇があるなら解かないと。はい。はーい、自分でボケて自分で突っ込むのやめてください、かすみちゃん。ツッコミのは実況している俺の役目です。問い、じいさんは今も俺たちの中で生きているとあるか。この表現に込められた作者の思いを説明しなさい。できるかお前。確かに国語を苦手な人にとってはさ、できるかって思うけどさ、俺もできるかって思うわ。国語苦手だったもん。で、出たー。筆者の思いを説明しなさい。筆者も考えてないことなことを書かせるやつー。確かに。じゃあ先生、あなた筆者会ったことあるんですか。筆者がそう言ってたことを聞いたことあるんですかみたいな、そういうツッコミをしたくなるやつですね。先生だってわからないくせに。それでよく国語先生できましたねって思い出す。なんで教師に筆者の思いがわかるんだよ。筆者にちゃんと聞いたのか。だから愚痴ってる場合じゃないって。会議で回答を作らないと。それなりに回答を作れよんで、ね、ああなんか、え、この空いてる部分が自信ないんだよね。もう一度このあたりの問題文だけ読み返してから回答を完成させようかな。ここで読み返してわかったらここで回答しよう。あ、俺に回答させる感じ。あとセーブ、あ、ここでセーブか。 OK、 よし。どれどれ。すべての何々に価値があり、どんな形であれ関わったものに影響を与えるんだという筆者の何々。ああ、1と2にね。ああ、わかったわかったこれ。すべてのおっぱいに価値があり、どんな形であれ関わったものに影響を与えるのだという筆者の性癖。もう100点満点じゃんこれ。みんなもわかるだろお前。死が近いのがわかる。もう少し落ち着いて受け入れると思っていた。あ、え、これガチでさ、心を勉強になるんじゃないよこれ。受け入れることを受け入れると思っていた。怖い怖い怖い。死後の世界になってない。死んだら無になるだけだ。恐怖、死を待つくらいなら生まれたくもなかった。生まれなければよかったのだ。死んでからしばらく経っている。難しいぞこれ。なんか普通に国語の勉強しような気がするんやけど、これ死への概念の話かこれ。なんで、ね、
死への思いっていうのあのじいさんの死への思いっていう話なんやな。要は多分そういうこと。おっぱいは？おっぱいはないの？おっぱいないよ。おっぱいないよ。この作者さん結構真面目な人だったよ。ひょうきんでおっぱい好きじゃなかったわ。わーその人とはちょっと愛まみえれるな多分俺は。すべてのあー多分最初はとりあえず命じゃないかなこれ。命があればとりあえず全部に命があるんだから生きていれば何かいいことあるよっていう気が話してるだろう。でどんな形であれ語ったものに影響を与える。あそれはとりあえず人生というのは人というのは人に影響を与えるってことだ。だから生きとったら何かしらの価値はあるんだよって言いたかったんだろうな。という筆者のこれは希望じゃないかな。そう思っとったんやけど実は違ったみたいな感じ。希望本当事実はそんなことはなかった。生まれなければよかったって言えばそういうことなんだろうな。誰にも影響を与えることはできなかったみたいな。だから希望なんだろうなここ。多分俺はそう思うぞ。行くぜ。俺の国力が試されるわお前。クリア。あこれ正解って意味でクリアな。でも間違い取ってもクリアできるパターンのやつ。どっちこれ。成績を発表。でもさっきの俺の話を聞いて聞き間違えて言うたらさ成績発表みたいな感じやね。いけースミちゃん一はお前だ。やめろあかりちゃん今君にそういうこと言われたら1取れなかったフラグに聞こえてるんですけど。いけるいけるぞ私が1位だ。はーい残念でした残念でしたね。あーでも8点差か惜しかったな。前回何点差だったんだろうなって思うけどね。それはどうでもいいや。それよりもさ3位から5位のやつ全員がすごい地味な名前でドギも抜いてる。逆にドギも抜いてるわ。定番の名前より定番の名前を重ねてくるっていうすごい地味な名前のやつが3位から5位取ってるからなお前。そっちの方が気になるわお前。あー叩きまめされた。もう見えない何もからずに叩きまめされた。うわーあーばばばばひでぶーすみちゃんしっかりしろー。前は18点差あったのに今回は8点。クソ。あ点差縮まっとんじゃ。あと何気にりょうくん満点じゃなかったんよな今回は。前回は満点。いや満点なんか毎回毎回取れるもんじゃないだろうけどさ、まあ、りょうくん助けてくれー。すみちゃんが加害者に助けを求めている。あかりちゃんある意味加害者に助けを求めてるような感じだぞそれは。ふじくんまた1位じゃん。すげえ。あマジで頭どうなってんの。なんかそれちょっとバカにしたような言い方だな。俺の捉え方のせいかもしれんけどバカにしたような感じの言い方だな。頭どうなってんのって。あー囲まれてる囲まれてる。あー羨ましいな。りょうくんうるせえんだよ勝手に盛り上がってんじゃねえ。わあめっちゃついてきてる。ピクミンかのごとくついてきてるよお前。あっちもあっちだよ大変じゃ。こんな大変さ俺も味わってみたかった。おもり女の子相手で。平成31年度終業式半分寝とるわお前。終業式半分寝とるわお前。こんだけ寝とってこんだけ寝とって今日しかノータッチというね。ゆるいわこの学校。この遊学校ゆるいわなんか。で、おるからして明日からは夏休みに入るわけでありますが、生徒諸君は浮かれることなく勉強に励み。読むの遅いっすね先生。校長先生。放課後教室。あまたお前ら BL カップル。お前らお前ら毎回出てきよう気がするな。もういやーどんな夏休みじゃ。ふぅーイエーイイエーイ遊ぶぜ遊ぶぜ
イエーイ、何して遊ぶ。爆竹がどうよ。ピンポンダッシュだ。爆竹ピンポンダッシュ、爆竹ピンポンダッシュ。どっちにしろもなんかあんまり良くないしょみたいな。すみちゃん元気出して、明日から夏休みだよ。楽しい楽しい夏や。うるせえうるせえ、どいつもこいつもうるせえ。かすみちゃん、君もなかなか大音量だぞ。ああ、もう負けたよ、また負けましたよ。なぜもかっか。ああ、こう見たらやっぱ双子だなって思うな、この泣き方の泣き方の同一さ。ああ、勝てねえよ、あいつに勝てねえよ。私何が足りないんだよ、毎日毎日朝から晩まで勉強してるのに。スミちゃんの努力は私がいつも隣で見てるよ。私がゲームしてる相手も勉強してるもんね。お前は勉強しろ。お前こそ勉強しろ。お前は何だったんだ。そうだ、こんな時こそきっと気分転換が必要だと思うのじゃ。そして今日はなんと河川敷で花火大会があるのじゃ。一緒に行く。そんな気分じゃない、よいで行ってくればいいじゃん。ガダネネ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 ネ。いやでもあかりちゃんさ、そう言いながらもさ、いろんな友達声かけて大人数で行きそうな気がする。そういうあかりちゃんは魅力があるぞ。お前コミュ力があるぞ、あかりちゃんには。でもきっとこのまま悩んでも何も解決はしないよ、すみちゃん。ここはお姉ちゃんとしてなんとかすみちゃんに気分転換させてあげるのじゃ。おお、お姉ちゃんとしての初仕事じゃない。第5話にしてお姉ちゃんらしい初仕事をしそうな気がする。何これ、説得。俺頼みじゃないか。説得する言葉を俺が決めるんじゃないこれ。よし、すみちゃん、私にも気持ちは分かるって言ったら怒られちゃうかもだけど。別に、ただほっといてほしいだけだし。でも一つだけお姉ちゃんとして言わせてほしいよ。やっぱ俺が決めるんだ。気分転換も大事、行かなくても勉強はしない。祭りにはリンゴ飴が。リンゴ飴で釣るん。ねえ、かすみちゃんそんなにリンゴ飴好きなんかな。リンゴ飴か、オッケー、リンゴ飴。花火大会にはね、リンゴ飴がね、あるんだよ。私の大好きなリンゴ飴だと。何そんなにリンゴ飴好きな。勉強の次にリンゴ飴が好きみたいな感じになってるの。それはダメだい。でもダメだ、私には勉強が。あー、ちょっと掴みかけた、掴みかけた、一つハート一つ分掴んだ。次やな。私だけで食べてこようかなって。煽る、あります。リンゴ飴、私一人で食べてきちゃおうかな、食べちゃおうかな。わあ、明日舌が真っ赤になっちゃうな。あかりちゃん、ベロは最初からみんな真っ赤だよ。この鬼、鬼畜、ドジ鬼畜、ドエス、悪魔、魔王、鬼畜、アホ、私は食べたいのに。やけに暴言、やけに暴言多いな。ハード、来た、掴んだ。食べたいの？食べたくないの？それとも食べたいの？好きなのはどっちなの？はっきりさせようよ。食べたいの？食べたくないの？ Yes or No？ 食べたいです！リンゴ飴が食べたいでーす！よっしゃ、行くぞー。今、刹那圭介は思った。どれを選んでもクリアできるのではないかと。帰って着替えてから行こうね。ああ、楽しみじゃ。うん、あれあれ、かすみちゃん、なんか恥ずかしがって君の顔がリンゴ飴みたいに真っ赤になっちゃったね。そういうところが可愛いぞ、この野郎。おお、やっぱり
兄の背中にくっついて歩く感じをやっぱ妹なんやなって思ったな今。そういう歩き方だった。河川敷どうした？なんでお前がいるんだ？なんでてめえがいるんだよ。でやっちゃったか。やっぱりその運命には抗えないのか。あかり、話が違うよ。こいつがいるなんて聞いてない。みんな一緒が楽しいでしょ。あかりちゃん、ちょっと空気を読もうか。君はと、それならそうと先に言ってくれたらありがたかった。あれ、りょうくん、りょうくん、ちょっとあかりちゃんのことちょっと気があるじゃないの。君、そのほっぺの赤らべ方、まさか君の顔もあかり、あ、俺リンゴ飴になるとは思わんかったの。あと、りょうくん、こういう時ぐらいはイヤホン外せえ。お前は二人きりなわけねえだろうか。何考えてんだスケビ野郎か。はあ、言いがかりはよせよクソチビ。まあまあ、二人とも落ち着いて、これから楽しい楽しい。け、いいよ、どうぞ二人でお楽しみくださいな。どうせ富士が一緒だったら気分転換にもならないし。んだとてめえ、俺がいたら悪いってのか。ああ、悪いね。その顔やめろよ、ちょっと笑ってもらえろお前。一瞬にしてめっちゃ歳取ったみたいな感じになっとった、見えたわお前。お前がいたら気分転換どころかもっと悪くなる。ああもう何もかも気に入らない。みんな大嫌いだ。これから楽しい。ああ、そんな言い方することねえだろ。ああうっせえな。私がバカでガキなのは分かってんだよ。調子いい時には調子乗って、また負けたらすぐ感情のままに怒っていじけて。でもしょうがねえだろ、私はそういう性格なんだよ。クズなんだよ、私は。そういう人間だ。あ、カッパどうした、慰めに来てるのか。かすみちゃん元気出せって。クソカッパ、お前は何も悩みとかなさそうでいいね。私にはカスには生きてるだけで迷惑かけるのさ。別に諦めてるけど。え、俺だって悩んでることあるよ。最近自分のお皿にちょっとひびが入ってきた。割れたら死ぬ。しゃべるかお前。いきなり喋り出すなお前は。あ、でも見た目が結構ゆるキラっぽいなね君。元気を出すっぱ。あんなことないっぱよ。やばい、かすみちゃんの声かぶったんやけど。かすみちゃんの声かぶってもたんやけど、もう違う声にしよう。元気を出すっぱ、そんなことないっぱよ。これでいこう。でも、人生いい時もあれば悪い時もあるっぱ。今こそ成長の時っぱ。カッパがしゃべった。別にしゃべるくらいわけないっぱよ。これまでは必要なかったことだよっぱ。確かにみんなから見られてないけん会話を必要なかったかもしれんけどさ、お前結構存在感あったよな。みんなから見えてないだけで。カッパ、お前本当にいいやつだな。ゴミでキャラ付きを出すとしたいよ。そんなこと言わんといてあげて、ちょっと慰めてくれてんだぞお前。うるさいっぱ、そういうことっぱ。やっぱりかすみはクス野郎っぱ。私に向かってクス野郎とは何事か。お前の血は何色だ。あと後ろ誰。あれあれ、この子なんか見たことある気がするんだけどね。